お世話になっております、タタです。ちょっと今回はですね、アップワーク経由でこういったサンプルが届きましてですね、これ SVN サウンドというですね、ブランドの、ヘッドホンとかね、イヤホンとか、あと、スピーカーとかでございます。日本の代理店さんからサンプルご提供いただいたので、ちょっとね、中身開けてインプレッションチェック的なところをやっていきたいなと思います。このブランドね、スティーブ・アオキさんというですね、EDM 界の大御所 DJ、もしくはプロデューサーですね、の人が、監修をした、オーディオ、サウンドの、ブランドなんだそうです。実は結構スティーブ・アオキファンで、ファンって言っても、YouTube のオフィシャルチャンネルとか、ウルトラとかの動画を見たりとか、Apple Music の音楽を聴いたりとかね、それくらいではありますけどね、結構好きで、そのご縁もあってですね、おーみたいな、ちょっとスティーブ・アオキモデルと聞いたら、チェックしないわけにはいかないなという感じなんですね。今年の CES でラスベガスに行った時に、スティーブ・アオキ、ライブやってて、行こうかなと思ったんだけど、ちょっとなんか記事書くの忙しくて行けなかったぐらいの、なんか微妙な、行けよっていうね、微妙な感じですけどね。それくらいの温度感のファンです。もうよくご存知の方、よくご存知だと思いますけど、青木さん、すごい人でしてね、私、リンキンパークっていうバンドも好きなんですけど、リンキンパークとのね、コラボとかね、あと、アフロジャックとか、BTS とか、そういうね、大物とのね、コラボもしてたりとかですね。なんか Google で最も検索された DJ とかにも昔ランキング入ってたりとかね、する人で、日系人の方ですね。髪の毛長い独特の感じで、青木ジャンプっていうか飛ぶあれのね、人、あと観客に向かってケーキ投げたりとか、なんかボートみたいな、ゴムボートみたいなの漕ぎ出してたりとか、結構やんちゃな人なんです。その音楽めちゃめちゃかっこよくて、EDM な感じなんだけど、なんて言ったらいいのかな、なんかね、いかにも、アメリカっぽい雰囲気の、なんていうのか、バーッと疾走していくようなね、なんかそういう感じのね、もう気持ちいい曲が多いですね。で、今回5製品ラインナップしてるんですけども、調べてみたらオフィシャルの動画とかでは、青木さんこのヘッドホンつけててですね、多分ね、これがね、最重要モデルなんですね。中身、こんな感じでございます。パッと見た目、ごく普通のオーバーヘッド型の、ヘッドホンです。でね、一番面白いのはこれね、光るんですよ。Bluetooth オンにした状態で、こっち側にあるスイッチを押すとね、光るというね、これどうですか、このパリピ感あるでしょ、めちゃめちゃパリピ感あるでしょ。夜歩いてるとき、歩いてるときヘッドホンしちゃダメだけど、光らしてたらなんか安全そうだよね。まずその光るっていうところで一発目ね、来ますよね。クッションとかは割とふわふわな感じ、ハイエンド系のヘッドホンにはもちっとした感じじゃなくてふわふわな感じでもね、ここ口径がサイズが大きいので、耳全部すっぽり覆うんですね。私結構多分耳大きい方だと思うんですけど、全部スポッて覆ってくれて、耳タブの上に乗っかるタイプじゃないんで、結構長時間ね、つけてるのも痛くならないのは良かったです。でね、実測の重量を測ったら 202g でした。BOSE のヘッドホン、クワイエットコンフォートの35とかって、結構軽いヘッドホンっていうイメージなんですけど、それでもね、234g。で、こっちが202g なので、それより BOSE のクワイエットコンフォートの35よりも軽いということで、オーバーヘッドのこのサイズのヘッドホンとしては結構軽い部類に入るんじゃないかなというふうに思います。ちゃんとこのヘッドバンドにもクッションがついてます。で、ボタン類は、Bluetooth のペアリング兼再生と一時停止と、なんていうんですか、この次の曲に送るっていうと戻る、スキップとバックかな、のボタンになってますね。ボタン類は結構もう本当にプラスチックそのまんまっていう感じで、あんま質感はね、高級感がある感じではないですね。充電用の端子はね、残念なことにマイクロ USB ですね。2020年の中頃ですからね、これから先に、ね、発売される製品はヘッドホンのみならず、ぜひともねタイプ C にしていただきたい。ヘッドホンはそんなにバッテリーの容量が大きくないから、USB マイクロ USB で充電してもいいみたいな話もあるのかもしれないし、その方がね、部材のパーツのコストが下がるっていうメリットも当然あるんでしょうけど、やっぱりね、ケーブルいろいろ持ち歩かなきゃいけないとか、ケーブル忘れちゃったから、なんかこう、出張先とか旅行先で充電できないとかね、結構へこむ。しかもそこから買い直すとかって、めちゃめちゃ手間なんで、やっぱね、ケーブルらしいですよ。ちょっとメーカーさんお願いしますよ。全部 C にしていきましょう。切なる訴え。あとですね、この、ケーブルをつなぐと普通に有線のヘッドホンとしても使えます。なので、電池が切れちゃってもね、
つなげればヘッドホンとしての音楽聞いたりはできますね。なので電池が切れちゃってもね、どっかにつなげればヘッドホンとしては機能します。スペックとかはappbank.net の方に記事が上がってるので、この動画の下の概要欄からチェックしてみてください。で、音質なんですけど、私1週間ぐらい使ってみた、感想をですね、皆さんにレポートしますね。まず特徴としては、結構ですね、中域から低域がね、結構はっきり聞こえる、音の特性のヘッドホンだなというふうに思いました。例えばスカルキャンディみたいなブランドとかはもう重低音すごいじゃないですか。頭蓋骨に響くな、なんていうのかな、ブルンブルンするようなゾンブルンっていう低音なんですけど、全然ねそっち系じゃないです。むしろ中域がはっきり出ると結構なんていうか抜けが良くて、ドラムのリズムとかベースとかはきっちり聞こえる、なんていうの、程よくこうボンボンとくるようなね、ズドンズドンじゃなくてボンボンみたいな、中低音が綺麗に抜けてくる感じで、全体に音もこもってなくて非常に抜けがいい感じの音ですね。いろんな音の分離も良くて、全体的に綺麗に聞こえつつ、中低音綺麗にこうリズムが入ってくるので、それこそ EDM の曲に、ね、気持ちよく乗れる感じの音の特性だなという印象です。まあね、これは当たり前っちゃ当たり前ですけど、やっぱね、スティーブ・アオキの曲聴くとね、すごい気持ちいいですよ。多分自分の曲が気持ちよく聞こえるようにチューニングしたのかなっていう感じで、ただ逆になんかね、ラウドロックとか の7弦ギターとかのヘビーな音とか、そっち系はあんまなんか違うなっていう感じの印象でしたね。でもう一個はこの完全分離型、左右分離型のイヤホンもあります。ネオン200、ネオン200っていう製品ですね。でこれ片耳で言うとね 95g しかなくてね、すごい小さくて軽いですね。まあざっくり100円玉と同じぐらいのサイズ感ですね。こっちの、ネオン200の方もですね、スペックはアップバンクの記事でぜひご覧ください。音に関してはね、正直ちょっと残念だったかな。ネオン100と全然違って低音がね結構くるんですよ。ブルンブルンくる感じなんですよ。ただ全部の音が綺麗に聞こえていて、なおかつ低音が強いんじゃなくて、むしろ低音が強く出すぎてて、高音とか中域もちょっとこもっちゃってるような感じがあって、っていう感じです。なのでビートだけは来るけどみたいな感じではあると。なので、単純に音質、音のクオリティだけで言っちゃうと厳しいかなという製品ではあるんですけど、とはいえ、ワークアウト、エクササイズの時なんかにはいいのかなと思うところもあって、防滴防振仕様なので、あと軽いですよね。なので運動するときはすごくいいですし、スティーブ・アオキさんがねすごいなんかね、運動する人なんですよ。彼の YouTube のチャンネルとか見てるとすごい細身の人なんだけど超身体能力高くて、アオキジャンプとかで分かるね、そういう感じですし、なんかそういう感じで、そのスティーブ・アオキファンでもうすごい好きで、スティーブ・アオキの曲をスティーブ・アオキモデルで聴くと上がるみたいな人がね、なんかこうスティーブ・アオキパワーというかエナジーを感じながら楽しむみたいな、そっちね、音質じゃなくてそういう気分で盛り上げたいみたいな人はね、もう全然いいと思います。ある意味だからファングッズみたいにして考えるならありだなというのが、このネオン200っていう製品ですね。であとはこのね、円筒形の Bluetooth スピーカーで、フューチャー360という製品とか、左右が有線でつながってスマホと Bluetooth でつながる、フューチャー100ってイヤホン、あとねやっぱり、ね、光るという Bluetooth スピーカーのネオン150という製品なんかもラインナップされています。SVN サウンドジャパンという、リンク、この動画の概要欄に入れておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。そんな感じで、スティーブ・アオキファンの皆さんはですね、要チェックでございます。この動画が、ね、気に入っていただけたらぜひ評価をお願いします。そしてですね、チャンネル登録と通知のオンもお忘れなく、動画が、ね、新しく公開されると通知がいきますので見逃しがありません。あとこのチャンネルの他にもですね、私もう一つ Vlog のチャンネルやってますので、ぜひぜひぜひそちらもですね、登録と通知のオンをお願いします。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。